問題です。これ、誰だ？うぷ主、お前にわかるかな？ニッカリアオエ、歴史上の刀剣を男性の姿で擬人化させたアプリゲーム、刀剣乱舞において、南北朝時代に備中葵派によって撃たれた台は兆しにして、後にニッカリと笑う女性の幽霊を切り捨て、翌朝確認してみると石刀が真っ二つになっていたという伝説を残したことで、その名を授けられた刀剣、ニッカリアオエを擬人化させたキャラだ。とにかく物腰は柔らかだが自由人でマイペースであり、逸話を反映してか白装束を羽織っており普段髪で隠れているが夫愛、これまた逸話を反映したのか。時折思わせぶりで意味深な発言をすることもある。多分怪談話では引っ張りだこなんじゃなかろうか。CV は真島純次さん。特撮において仮面ライダーセイバーの半崎メギドの CV で出たり、劇場版ウィザード&フォーゼでは仮面ライダーダブルの声を当てる形で出演。さらに言うとファイズ劇場版パラダイスロストで応募された1万人のエキストラの一人だったりする。で、それがどうしたよ。私の想定してた答えと違う。私はこのニッカリアオエを演じてる演者さんを答えて欲しかったんだが、誰って荒木博文さんだろ。特撮に明るければ知らない人はいない。銃剣戦隊劇レンジャーで黒獅子を演じた役者さんだろ。その程度俺がわからないとでも思ったのか。このチョコバナナクレープめぐぬぬで、ウプ主はその情報いつ知ったんだよ。2週間前かな。おい、私に土下座しろお前。ふむ、じゃあどうせなら今回は、そんな荒木博文さんについて解説していこうか。大丈夫なんですか？うぷ主役者さん情報って割と弱いと思うんですけど。ご情報流したら火力高いオタクが燃やしてきそうだよな、チャンネルを。まあ万が一そんなことになってももう満体、額をアスファルトにすりつけ許しをこうから。所詮は血を這うだけのキメラよの。どうでもいいけど動画開始して1分半なのにまだ本題言ってないけん。茶番はこのチャンネルの売りだからね。仕方ないね。あと情報集めたけどどれだけ引き伸ばせるかわからんから、稼げるところでしっかり動画時間稼がないと。そういうのはせめて裏で。というわけでやっとこさ本題に移ってまいろう。荒木博文さん、渡辺エンターテインメント所属の俳優であり、若手男性俳優集団 D-BOYS のメンバー、同時に音楽ユニット D-DAY とのリーダーを務めている。生年月日は1983年6月14日生まれ、血液型は O 型、双子座で江戸氏だな。実は俺も O 型で双子座、運命ですか荒木さん。なしとごちゃまんといますよ。俺があと2年早く生まれていれば絵とも同じだったのに。こいつどうした？力高いオタクだろ。出生地は現在の兵庫県丹波市、身長は174センチで今年で40歳になるな。それどこの情報参照してるんですか？ウィキペディア。2004年、21歳の頃に行われた第1回 D-BOYS オーディションにて、最終選考まで残りその後加入。同年ミュージカル版テニスの王子様の出演も決定しデビューを果たしました。ちなみに後に劇レンジャーで共演する鈴木ひろきさんとは同期加入で、この頃からプライベート通して仲がいいらしいぞ。モーニング娘。とかみたいに新メンバーが加入したり脱退したりスツグループ内では、鈴木氏と同じく和田雅俊に次ぐ子さんメンバーなのぜ。そもそもからして D-BOYS とは何か。渡辺エンターテインメントに所属の一部の若手俳優たちで構成されている。グループでラジオや舞台などのイベントを行い書籍なんかも出してるぞ。とはいえ普段グループとして活動することはそこまで多いわけでないが、メンバーは各々俳優として活動しててジャニーズとかのアイドルグループとは違うが、俳優集団という肩書きが珍しいのでアイドルグループとして見られることもあるらしい。メンバーの活動範囲は各々で違っており、舞台を中心に活動する人もいればテレビ媒体を中心にしている人もいる。荒木さんはどっちなの？舞台寄りだけどテレビや映画もまんべんなくって感じかな。まあもともともミュージカルの手にプリでデビューしてるからそっち寄りなのかね。舞台かテレビの違いだけで俳優って肩書きは変わらないんですけどね。わかりやすく区別するために舞台俳優や 2.5 次元俳優という名称を用いてますが、グループの特徴として特撮出演者が多いことが挙げられる。脱退したメンバー含めて主演、ゲスト問わず出演しているぞ。荒木さん、鈴木さんは言うまでもなく劇レンジャー、瀬戸康史さんは仮面ライダー牙、山田裕貴さんは豪快ジャー、志尊淳さんは特急ジャーなどなど。現在メンバー最年少の中尾雅紀さんは獣王ジャーで大和役を演じてましたね。そんな D-BOYS に所属した荒木さん、まあそれ以前に笑うエーモンという映画に町人役で出演されてるんだが、映ったの一瞬だからファンでも出演を知らない可能性あるけどな。そんな出番も一瞬の名もなき役だろうとしっかり記載するウィキペディア。その後ミュージカルのテニプリにはデータキャラで知られる乾貞治を演じ、以降はその役を定着させつつ舞台の出演数を増やしていく。テニプリの実写映画でも同役で出演されてたのぜ。そして2007年、あの役と巡り合う、銃剣戦隊劇レンジャー、黒獅子を、暗く残酷な過去により強さに執着したキャラを見事に演じ切った。悪役側のヒロインであるメレとのカップリングは人気を博し、そのストイックな生き様が多くのファンを魅了した。鈴木さんにも言えるが、もともと舞台で経験を積んでいたからか、最初から演技力が完成されてた感あったよな。特撮は俳優の登竜門、デビュー作になることは珍しくないというか恒例です。その中では演技を十分に経験していた分生きたんでしょうか。とはいえ舞台とテレビじゃ勝手も違うんでしょうけど。って言っても舞台の経験が生きてるのはあるんじゃないか。舞台って全国回って何度も同じ演目公演したりするから、出演作品の数があれば倍々以上に演じる機会は増えていくんだし、何よりテレビじゃ本番でとちったりしてもリテイクかけられるけど、舞台は
は本番でミスってもやり直しできずそのままアドリブとかで乗り切る必要がある。そう考えれば上数も含めて演技力の高さは納得できるのぜ。テレビドラマの出演経歴を見てみると、主演を演じるという機会はなく大体格はゲストで占められている。演技力高いイコール主演を張れるってわけじゃないのかしら。まあ素人意見だけど演技力高いってだけならいくらでもいるからな。演技力プラス役のイメージに合ってるかってのも重要だろうし、俺としては荒木さんの顔立ちは舞台メイクの方が映えるのではと思ったり。まあ知らんけど。ここでびっくり情報。うぷ主は元演劇部。みんなメイクしてても俺だけノーメイクで出てました。なんだなんだ素で舞台映えする顔だとでも言いたいのか。いや普通にメイク嫌いだった。話を戻して荒木さんはドラマで主要人物を演じる機会こそ少ないものの、映画作品で主演をやる機会が多い。劇レンジャー終了数ヶ月後に公開された映画である。アシンメトリーでは和田正人さんと共にダブル主演で出演し、さらに同年に上映された夏休みのような1ヶ月でも、山崎育三郎さんと共にダブル主演で出演している。さらに同年。というかほぼ同時期に上映されていた大河ロマンシリーズ3部作の大空気へ秘伝でも主演を張る。ごくごく短い期間で何度も主演で映画に出るというな。なんならそれ以降もちょい役を含めたら2009年の終わり頃までは1年の間に3本も映画に出演している。しかもそのうち2本は主要人物でだ。もはや体が心配になるレベルなんですが。それはその後2010年公開の罰ゲームでも主演を演じた後はめっきり映画は減るが、テレビドラマにポツポツと出ながら舞台を中心に活動するようになる。ミュージカル版黒執事、過激明治東京恋話などなど、冒頭で説明したミュージカル版刀剣乱舞のにっかり青い役を演じたのは2017年、2019年には舞台文豪ストレイドッグスで坂口安吾役で主演し、2022年に公開された実写映画でも同役で出演している。そして2019年、舞台悠々白書では小閻魔の人間界バージョンで出演、おしゃぶり加えた荒木さんが見られるぞ。気として言うな、ヒプノシスマイクの舞台では女性恐怖症のホスト、イザナミヒフミを演じる。ヒプノシスマイクというと特撮ではバイスでおなじみ木村昴氏が出てるよな。身内がハマってました。というか俺が 2.5 次元の世界を知ったのが身内の影響で、身内が刀剣乱舞にハマり、その後舞台の方を公演を生で見に行くほどハマる。その流れで俺もその世界に触れて今に至るわけだな。冒頭でやたらにっかり青いについて語ったのはそれが原因か。この動画作るにあたって荒木さんの出る作品履修したりしたんだが、まずはじめに見たのがミュージカルの刀剣乱舞だったんだよな。結構 2.5 次元俳優から特撮出演してる役者さん多いよな。それこそリバイスからもうプッシュされ始めてるし、多分女性視聴者を呼び込む目的ではないかと思われます。荒木さん演じるにっかり青いが登場しセリフを言った瞬間電撃が走った。リオヤン、まだ力に溺れきってなくてゴーとも穏やかに会話してた頃のリオヤン、そう思ったキメラウプ主なのでした。その公演が2017年のものだったんだが、10年経ってもそう思えるくらい声がそのまんまでなんか嬉しかった。何から荒木さんという役者を知るかで声や演じる役で印象変わるよな。というかこの人綺麗な顔してるわね。女装に合いそうな顔立ち。実際20世紀少年では女装してたぞ。なんかこう、ツインテールがいたたまれなかった。びっくりだろ。これでも原作に比べたら荒木さんのおかげで綺麗に仕上がってるんだぜ。逆に原作再現できてなくね。そして荒木さんは2022年、漆黒天椎の語りで主演に抜擢される。そこには、劇レンジャー以来16年ぶりの共演となる鈴木さんの姿もあった。まあ実はお互いチームバチスタの栄光に出演されて入るんだが、鈴木さんはシーズン1、荒木さんはシーズン2での出演で共演はしてないんだよな。漆黒天の公開を記念した企画で、つべで鈴木さんと荒木さんが劇レンにまつわるクイズで対決した。劇レン劇中とは似ても似つかない和やかな雰囲気でガチンコ3本勝負し、一歩も譲らず3本目に突入。先行荒木さん、負けました。リオの工場を間違える失態。負けこそしたが終始笑い合ってたな。よほど仲が良いんだろう。なお今年2023年の4月には主演映画が公開されるぞ。荒木さんファンは劇場に急げ。そういえばうぷ主、履修したミュージカルって長さどのくらいだ。約2時間ってところかな。結構あるんだな。まあ、最初の30分しか見れてないんだけどな。お前はそれで何を理解したんだ。